アイドゥン県はトルコ西部エーゲ海地方に位置する県。県とはアイドゥンであり、おおよそ15万人の人口を持つ。北にイズミル、マニサ、東にデニズリ、南にムーラの各県があり西方はエーゲ海になっている。多くの田舎では、イチジク、オリーブ、柑橘類の美しい林が並んでいる。その他の町としては、夏のシーリゾートのディディム、クシャダスが名所である。 中部から西部にかけて、エーゲ海地方でも、随一の大きさのメンデレス川が流れ、肥沃で水に飛んだ地域となっている。また、北部をアイドゥン山に、南部をメンテシェ山に囲まれている。西部はエーゲ海岸であり、メンデレス三角ス地域のノバンファコが特徴になっている。気候は、エーゲ海の典型のような気候であり、夏は非常に高温である。主な収入源は、 農業と観光業である。観光地域は特に海岸線のディディム、クシャダスが有名であり、リゾート客が多い。クシャダスは、メンデレス三角ス国立公園と近く、ディディムは砂浜、アポローンの神殿、ミレトスなどの観光資源が多くある。古代からギリシャローマにかけての時代、この地区は、カリア地域の一部であったため、多数の重要内跡が眠り、アリンが、 アラバンダなどの都市の遺跡も見られる。トルコのイチジクの主生産地でもあり乾燥イチジクが輸出されている。世界ではスミルナイチジクと呼ばれるようになってきてオリナが売れている。スミルナは臨権イズミル氏の古代名である。イチジクはアイドゥンで伝統的に栽培されているものの、イズミルで多くの流通や輸出があるため、イズミルの名を付けたのである。トルコ内では アイドゥンイチジクと呼ばれている。トルコの乾燥イチジクの都市生産口はおおよそ5万トンであり、ほとんど大抵がアイドゥン生産である。最も良いとされるイチジクはゲルメン実機生産のものである。その他にも重要な農業生産地域が揃っており、オリーブ、栗、麺、柑橘類、スイカなどが生産されている。工業としては、軽工業がある程度である。 1990年代には地域の拠点としてアイドゥン県出身の元首相アドナン・メンデレスの名前を冠したアドナン・メンデレス大学がアイドゥンに開校した。これらはアイドゥン経済を別方向から加速させている。道路はイズミル、アイドゥン、ムーラ間を結んでおり、イズミルとアイドゥンの間には高速道路が開通している。夏の休日には行楽客が多く通行する。 料理の特徴は典型的なトルコ風ペーストリー、キョフテ、ケバブなどである。アイドゥンは古代トラキア人に建設され、トラレスとして知られた。この地域は地震の多い範囲であり、スパルタ人、フリギア人、イオニア人、リリア、ペルシャ人、ローマ人などによって何度も建設された。14世紀から15世紀にかけて、アイドゥン公国がこの地域を支配し、 その後オスマン帝国によって統治された。ありがとうございます。